皆様こんにちは。エクソン R&DJP 広報のこそのとしいこと申します。あだ名こそ P です。本日は映画監督であります西村義弘監督のアトリエ、西村映像のアトリエに来ております。はいはい、はい、お久しぶりです。最近徐々にアトリエですか？最近毎週のようにやってますけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、で今回ですね、先週購入いただきました、あれですね、弊社のこちら抗原検査キット、こちらを今回この、YouTube の企画としまして、西村さんにこうやっていただいているのを映像に収めまして、はい、はい、配信させていただきたいと思います。これ、はい、これこのキットですよね、はい、僕まだ1回も使ったことがなくて今回初めてなんですけど、はい、PCR 検査は、今の事情で受けたこともあるんですよ、はい、PCR 検査の方はで、ちょっと今回いろいろと撮影のスタッフにもキャストさんにも配らなきゃいけないっていうのが、やってもらわなきゃいけないっていうのがあって、はい、でどうしようと思った時に、PCR 検査ってなんかデータで結果が来るじゃない、はい、でデータで結果がなんかメールとかさなんかで来て、はい、陰性だったら陰性ですみたいなのが来るんですけど、あれって言ってしまえば信用できないじゃん、はい、要するにそのデータを改ざんすることはすごい容易にできるわけじゃないですか、はい、何でも、はい、だけど今回なんでこのエクソダンのやつを使いたいかっていうのは、はい、ここにちょっと僕もまだあれ見てないんですけど、はい、こういうなんかあれがあるんですね。結果のなんかあれなんていうの、これ。ああ、もう本当にそのキットですね。キットの中の結果のこうやって線が出たり出なかったり、はい、それを写メで撮ってでプロデューサーの方に送ってくださいっていう、はい、そういうことをすると確実にもう嘘がつけないじゃないですか、はい、なので言ってしまえば確実性としてはこっちが安心できる材料としてはこっちの方が良かったりとかするわけ、はい、なので今回これをちょっと使ってみようかなということです。はい、ありがとうございます。そうですね、でしたらもうちょっとやっていただきたいので、まず袋を開けていただいて、はい、はい、これ初めてなんで、本当に初めてなんですけど本当に初めてなんですけど、はい、袋を開けたら何かありますよ、はい、これ3つついて入ってますよ、これ。そうです、はい、でまずその右手に持っていただいて、はい、こちらがその綿棒で、はい、中のあれですね、ちょっと粘膜というか取り出すものです。はい、はい、でもう一つそちらどれ、はい、こっち こちらこっちこちらが中開けていただいたら検査のキットになりまして、はい、はい、でもう一つですね、そちらが、はい、中に綿棒を入れて取ったものをクチュクチュっとしまして、はい、で蓋をしてキットに垂れ流せば出てきます。はい、はい、これをやりますか。はい、やりましょうやりますかやりましょう。これ全部開けちゃっていいわけ。そうですね、まず、はい、全部開けますよ。綿棒最後で、うん、綿棒最後。そうですね、じゃこっちを先に開けます。はい、これに何か中に何か入ってますね。そうですね、あとこれがそれが、はい、蓋になります。ここが蓋、はい、はい、でこれと、はい、でこいつも開けますよ。はい、あ、これ、あ、これなんだ。そうです、これですね。そうです、あ、写真で見たことあります、はい、これと、あ、それは関係ないです。これ飲むやつ。それ飲むやつです。あ、これ飲むやつ。はい、飲むやつ。飲むやつじゃないよ。いや、最後飲んでもらいます。え、これ飲むやつなの。いや、違う乾燥剤ですねこれと、これね、はい、で、これじゃあ置きます。そうですね、置いていただきまして、で、こい
通は開けちゃうの？いや、まだ開ける前にまず置いていただきまして、はい、それも置いといていただきまして、はい、はい、じゃあちょっと綿棒を開けていただきます。綿棒開けます、はい、綿棒を開けます。綿棒を開けました。インフルエンザと同じで鼻からは行くんですけど、うん、どこまで入れていいかっていうのは皆さんわからないので、はい、まあ、あのこのように弊社が作りましたチラシにも書いてあるんですが、もう本当に喉チンコの奥あたりをの突き当たりをクリクリこうちょっと当てていただくちょっとおえってなるかもしれないですが、え、いきますよ。はい、よろしくお願いします。いきますよ。はい、え、鼻じゃなくていいのね。はい、喉の奥の、はい、はい、喉チンコの奥で、ね、ん？はいはいはい。でそれを持っていただいたまま、はい、こちらを開けていただきまして、はい、ちょっと涙が出てきました。はい、でもなんか効いてる証拠だと思います。それで、でそちらを突っ込んでいただいてクリクリクリと、はい、え、クリ、あ、こうやってやる、はい、何度かそのやっていただいた後、はい、真ん中あたりをつまみながら、真ん中あたりをつまみながら、あ、左手の左手の、うん、容器を真ん中あたりをつまみながら、うん、綿棒についているものを、あ、これ、はい、ここが柔らかいのね。そうです。で、柔らかいので、これが柔らかいからこれをつまんで、でキュッと上げていただく、キュッと上げて、はいはい、上げました、上げました、はい、でそれを棒をまずは、はい、これをちょっと置いていただきまして、はい、で先ほどの蓋をしていただきます。これをするのね、はい、そうです、はいはい、で蓋していただいて気持ちこうなんか振って混ぜていただいて、はいはい、でこちらですね、これ3滴ほど、これに、はい、あ、まあ、置いていただいて、どこに、どっち、こちらです。あ、ここに、はい、そうです、ここにね、はい、こう丸い方ね、はい、ここに3滴ほどですね。で、OK です。はい、それで、で、置いていただいて、はいはい、あ、なんか来ました。はい、来ました。何が来るのこれ。で基本的にはあの弊社 の、 そのチラシにも20分以内に結果が出るとは書いてあるんですが、はい、正直、はい、今みたいにすごいどん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 、はい、1分ほどで一応上がってはくるんですが、はい、色濃くなるのが、まあ、15分後ぐらいなんですが、もう上がってきましたよ。はい、こう鼻も、はい、口も、はい、同じじゃないかな。同じ、いや同じなんで、同じ苦しさがちょっとあるかもしれない。ありますね、それは。あ、もう来ましたよ。はい、これ今、今もう使って、これ垂らして多分今まだ2分ぐらいなんですけど、もう線が出ていて、C のところに一本線が出てます。 C 一本線なんでしょう。 C 一本線はなんと陰性です。なんで貯めるのかな、わかんないです、はいはい、っていう。でこれが、もしかかっていた場合は、はい、陽性の場合、陽性の場合はその C と T 両方ともに線が入ります、はい、なるほど、はい、で無効再検査の場合は白紙、はい、もしくは T のみに線が入ります。ん、あ、ちょっと
る。なんか分かんない時ってこと？そうです。ああなるほどね、はい、その場合は再検査してくださいってこと。そうです。あでも結構きちんと出ますよ、はい、結構きっちり出ますこれ、はい、もう今なんかね最初20分とかって言ってたけど全然そんな感じじゃなかったですね。弊社もメーカーさんが一応20分以内というような形でおっしゃっているので、はい、まあ、チラシ等にはそのようには記載させていただいているんですけど、はい、まあ、一応その1分ほどで出まして、なるほど、で後ほどまたまあ、15分ぐらい経った時に映像を撮ってアップしたいと思いますし、はい、まあ、あとディレクター大変ですけどデータを送るので、先ほどの結果のシーン僕が貯めた後はあれですね、この弊社のちゃんとその陰性陽性などを書いたやつをこう、あ、はい、なるほど、ちゃんとテロップでね、はい、テロップで流せればと思います、はい、吉田さんやってみてでもどうでしょう。いやいや、あれだけだね、あのおえってなるぐらいですね、はい、次鼻で試したいぐらいですね。ああ、それあの癖になるかもしれないですねいや、あの僕も同じなんですけど僕もまあ仕事がちょいちょいやってはいるんですけど、はい、はい、いろいろなやり方で試したんですけど、うん、で僕はちょっと鼻がちょっと、あ、本当、はい、あの耳っていうのはどうなの。いや、耳はちょっとでも一度その西山さんで耳バージョン、まあ、もう鼻っていう、はい、まあでも今ね、あの、はい、喉で結構これだけはっきり出るんだったら喉の方がいいのかもしれないですね、はい、そうですね。ちょっと私の、まあ、友人の友人がちょっとやってしまって、あの手前すぎるとあまり効かないようなことは、うん、あ、なるほどね、はい、やっぱグッて入れないと。でもね、グッて入れるのは結構、まあグッてこれくらいかなみたいな感じのグッの入れ方だったんで、はい、大丈夫じゃないですかね。まあ、私あの関西人なんで、あのいかにあのおえおえ言えるかどうかもちょっと自分の中であるので、人が見てる時やる時はもうゴリゴリ奥に当てて涙流しまくるんですけど、はい、一人でしれってやる時はもう普通にしれってやってますけど、はい、まあこんな感じで。いやいやいや、はい、いいんじゃないですかね。あ、マジです。楽で、はい、これは、まあこれから特にね、映像業界もそのいろいろ、いや、そうだよ、うん、こういうの、まあ映像もそうだし、はい、言ってしまえばあの舞台とか、はい、あのこれのね、あのこれでいちいち検査に行ってっていうよりも、はい、これだけ短期間でできるんだったら本当に稽古場とか、はい、例えばあの今日例えばね、現場に来ちゃった時に熱が出てきましたみたいな時に、はい、あのこのキットさえ何個か持ってれば、はい、ちょっと調べてもらえますってできるよね、うん、そうですね、はい、で、あのちょっとあの病院行った方がいいのかなみたいな、はい、わさわさやるよりも一回やってみてっていうのは、はい、すごい抑止力になるような気がする。まあ、そうですね、うん、一応弊社もそのあたりがそういう PR で、最近やはり企業様などを問い合わせいただいているので、はい、はい、まあ、特に映像業界の皆様、はい、気になる方は、まあね、あとなんかあれとか、はい、例えば使い方として、まああのまあ、演劇 の, その役者さんっていう使い方もあるし、はい、例えばあとあのいくらかこうプラスで払ってチケットのにあのプラスアルファ少し高めでもいいからけど、はい、払ってその場でも検査できますよう でもいいよね。そうですね、はい、あのどっちしても病院行って舞台に行ってっていうよりも舞台に行けばその場で検査しできるし、その場で結果が分かって、はい、それで舞台も自分では安心して見れるみたいな、はい、そういうこともできるよね。そうです ね、あの抗原検査キット付きチケットとかね、はい、例えばそういうこともあり得るよね、はい、そうですね、そのあたりはしたいので、まあ私もまあ候補としていろいろ今動いてはいるのでね、はい、ぜひそれはこの時期はやってみたらいいんじゃないですかね、はい、そういうそういうのいけます。そういうのでね、舞台でね、はい、あの用意しておいてもらって、で自分は心配だから一回病院に行ってまた次あのその劇場に、はい、行った方がいいかしらみたいな人だったら、はい、あのそのね、きっと付きチケットみたいなのでその場でできますよっていうのってあり得ると思いますね。そうですね、はい、そのあたりはぜひね、はい、こんな簡単にいけるんだったらいいと思うけど、はい、
まあ、弊社もやはりそれがあるので、まあうん、あの取り扱いさせていただいてやっておりますのでね、はい、でまたあれですあの今回してくれてるあの、うん、徳川ディレクターとも話してるんですけど今後はやはり、まあ、弊社としても扱っている理由、まあ、いっぱいありますけどやはりその検査しないとやはり人に会いに行けない今時代にはなっているので、うん、はい、なんかその例えば若い人がおじいちゃんに会いに行きたい、うん、でも、ね、お年寄りに会う時っていうのは大変ですけど、まあ うん、まあ、そのあたりで、まあ、検査キットも、まあ、簡易キットでやはりあのコロナとか菌が怖いのがまだあの潜伏している時とかもありますけど、うん、まあ、でもやはりかかっているかどうか分かった上で、まあ、会いに行って、ね、そのままそのハグするとかはないと思うんですけど、まあ、それでも距離はあって、まあ、安心感はあるよね。そうですね、はい、まあ、そういった形でできればなっていうのはあるのでまたそういう映像もちょっと撮りたいなと思ってるんで、あれとかね、やっぱちょっと僕、一昨日撮影だったんですよ、はい、まあ、テレビのバラエティのやつで特殊メイクだったんですけど、はい、でその時にやっぱりみんなこうね、そのスタッフ全員こうやって熱測ってやってて、はい、でなんか体温計がちょっとおかしくて、はい、俺の時だけ38度になったんですよなんか熱ありますねって言われて、はい、いやいや ないと思いますけどっつって、はい、いやないと思うんですけどねって言ってて、はい、でまあこれ受けてれば、はい、いや今日やってきましたけど大丈夫ですよみたいなのとか、うん、それであ結局測り直して体温計をちょっと西村さん心配なんでもう一回測ってもらっていいですか、はい、つってこう脇のやつでね、はい、体温計測ったら36度3分で全然低かったんで、はい、あ大丈夫です大丈夫ですってなったんですけど、はい、まあまあまあそういうのでもこれがあると 楽というか安心感はあるよね。まあそうですよね、うん、はい、そうなのよ。でなんかほら簡易のやつってさ、こう体温ねでこうピッて測るやつもあるじゃん、はい、あれも結構なんかね、本当に信用できるかどうかが分からないじゃん、はい、で昨日みたいに俺もこう測って38度ありますねって言われて、はい、何のこう髪の毛がないから反射率もあんのかなとかいろいろあるじゃん。いや、いろいろいろんな原因が、ね、いろんな要因が、はい、例えばすげえ重い荷物持ってきて結構体温が高くなってる状態で、はい、急いでこうガーンって置いてたりとかそういう時に体温測りますって言った時にの体温と多分全然違うと思うんだよね。まあそうですね、はい、だからまあそういうのもとかもこういうのがあれば安心だよね、はい、信用できるもんね、はい、と思うんで、はい、うん、これテレビ局とかもいいと思うんだけどね。そうですね、うん、まあ、今みんなマスクしてあれしてるけど、はい、なんかテレビの役者さんとかね、はい、の方はマスクできないで、まあ、あれは敷居はあるけど、はい、マスクできないで、まあ、距離を保ってっていうのもあるけども、はい、その人たち用だけでもね、はい、なんかお互い安心感はあるよねっていうのはあると思うんだよね。そうですね、はい、そのあたりは今後、はい、毎週ここに来る理由をつけて毎週ちょっと遊びに来ようかなと思ってますのではい、わかりました。何かそのありましたら、はい、はい、あともうぜひこれ見ていただいた業界の方々もそうですが気になる方はお問い合わせいただきましたら、はい、できる限り対応させていただきます、はい、問い合わせどうして こちらですか。そうですね、こちらですっていう形 で、ね、はい、私候補のこその宛てに連絡いただきましたら、はい、いやいや、いいと思いますよ、はい、これは確かに、はい、確かにちょっと安心感はあるもん、俺も。ああ、よかったです。いや、でも実はドキドキしながら。そう、俺も安心感ある。これ、もし、西山さん。俺、陽性だったらどうなってたのかなと思ってね。そうそう、ね。っていうのはあるけど。はい、もうそうだったら僕ら二人は、しれーっと、お疲れした。お疲れさまでしたって帰ってくる。病院行ってくださいねって。で、僕ら、オフィス戻ってから、僕らもやって。やって、映ってねえから。映ってないかどうか。はい。いや、本当に。いや、いいと思いました。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんチャンネル登録高評価と言いながらこれどこでどの YouTube にアップするかはまだ分かってないんですけど、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。